今その3点差というのもメンタルかかりますし、うん、ストレスがかかるんで昨日とはちょっと違ったような形になりますね、もう時間はないところでここで打っていきました。これが決まった、これが決まった、なんとシュートラベラースペインを使う、スイッチする、カウンターがしましたが浮かせてヒース、ゴール下、ゴール下、溜めてダンク、もうあそこはギブアップすればいいですよね、はい、ね、はい、それだけ動いてる、まあ、ジャッジメントしなくちゃいけないところの際どいところまでね、プレッシャーかけてるんでね、ですからアギラール、ここで受けてこれを決めていきました。ここでまた川崎逆転ですから、ああ、通りました、ね、そして外で回していって、ためて、打っていって、決めました、川谷ではなく、後半、山内できている3円、おっ、フェイクから、カーター、ドライブでした、インサイドでの得点になりました、じゃあ相手は変わる人数が決まってるんで、はい、ラベラがかわしてきた、いや、これを決めたぞ、ラベラ。この流れを取り戻すにはディフェンスなんですよね、はい、カーター、ここからこれを決めました、また逆転です、距離を決めていきました、いや、しかしすぐに取り返せるか、おお、カーター、ワン、ここですね、もうビッグプレイ、ファンの前で川崎この後逆転となることができるでしょうか、3円はここからまた我慢して逃げ切られるか、ここですぐに同点でチーズ、すぐにこのコーナー逆転となっています、カーター、あっと、うん、あー、いいパス、逃がして藤井が決めた、藤井が、あっと、どうか、あっと、なんとか、さあ杉浦、ここから打った、これを決めました、もう一回勝負ですね、両コーナー杉浦とラベナ、ラベナがスルスルと入ってくる、ただカーター外から打って、うわ、これを決めました、3元がまた逆転、これは決まりません、ただカーターのシュートは、ね、打っていいと思うんですよ、はい、あれだけ入ってますから、相手が脅威なんでね、今日ここまで7分の4で、ただ藤井がここで沈めた、逆転川崎、川崎はここでリードを広げられるか、藤井が狭いところを通ってきた、藤井がファウルをもらいます、エンドワン、いらないですね、1ポイント打ってもいいと思うんですけど ね、シューターを並べたわけですしね、はい、そしてアギラーリのダンク、それで試合終了です、川崎ブレイブサンダース、3元ネオフェニックスに苦しめられましたが